おはよう。あ、違った。明けましておめでとう。ね、これからみんなで初詣行かない？みつる先輩がみんなの分の着物を用意してくれたんだ。じゃ、早速着付けだね。私の部屋でするから来て。おはようございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくな。はい、コロもおめでとうな。あってね、すっかり寝坊だよ。なんであんなの見ちゃったかな。イタリアかなんかのゾンビの映画見ました？見るかそんなもの。あの、皆さんはお参りとか行かないんですか？元は担がない主義だからな。俺もそういうのいいや。めんどくさいだけだし。ゆかりさんたちはもう行ってますけどね。みつるさんが全員分の晴れ着を用意してたみたいですよ。俺っち、ちょっとコンビニ。おい、待て。は？初詣に行く気か。そういうのはいいんじゃないのか？やだな。いや、ちょっと散歩してくるだけっすよ。まあ暇だしな。たまには付き合おう。あ、僕も行きます。なんだ、結局行きたいんじゃないっすか。場所は？あ、聞いてます。よし。何お願いするか決まってる？私もだ。ありふれた願いだが、今年は特に重い意味を持つ。大丈夫。私たちなら必ずできるさ。はい。あ、純平くんたち来ましたよ。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。っていうか遅かったね。ゆかりっち。何よ。明けましておめでとう。どうした、ユリ。キリジョー先輩、すっげーいいっす。なんだこれ、なんだこの気持ち。はい。明けましておめでとうございます、皆さん。私、和服って本当に着たことなくて、帯とか曲がっちゃってないですか？うか、お前いいよ。なんかこう、いいよ。もう、面白い構成の服ですね。ちょっと動きにくいですけど。ああ、愛ちゃん。和とのギャップがまた、こうね。そうですか。なんでしょう、この感情。けどさ、やっぱ、その、かわいいな。ああ、来てよかった。いいよな、お正月ってさ。なんか、純平さん、変ですよ。いやー、正月早々いいもん見れたっす。ね、真田先輩。まあな。それより、寒くないんですか？まあ、正直ちょい寒いけど、その方が気が引き締まるっていうか。
いえ、そうじゃなくて、履いてないって純平さんが言ってたから。履いてない？え？天田くんにいい教育してるわね。ちょ、待って、まあ、あうち。お参り済んだの？そりゃもうバッチリとな。ああけど何お願いしたかは内緒だぜ。言うと叶わないって聞いたことあるしさ。あれ、正夢とかのことじゃなかったっけ？純平のお願いなんか聞かなくてもわかるって。なんだよ、どうせ素敵なお姉様と知り合えますようにでしょとか言うんだろ。残念でした。俺はみんな一緒でしょ、滅びなんか来させないって。え、うんやってやろうぜ。うん、だいたい純平って年下好きでしょ。え、図星怖っ。